岡本義雄は、日本の農水官僚、政治家。学位は博士。自由民主党所属の元衆議院議員。徳島県徳島市出身。徳島県立城南高等学校を経て、東京大学農学部農業工学科にて農学を、治め農業工学科、1967年に卒業した。大学卒業後、農林省に入省。 徳島県庁高知課長などを歴任し、1996年より農林水産省構造改善局次長を務めた。2000年、第42回衆議院議員総選挙に徳島一区から出馬するも、戦国良しとに敗れた。2003年、第43回衆議院議員総選挙に比例四国ブロックより立候補し初当選。自由民主党内では、 平成研究会に所属した。2005年9月、第44回衆議院議員総選挙に出馬し、徳島1区で再び戦国に敗れるも、比例四国ブロックで復活当選。2007年8月、第1次安倍改造内閣にて総務大臣政務官に任命された。2009年1月より麻生内閣で内閣府大臣政務官を務めた。国会では、 衆議院の総務委員会理事、農林水産委員会委員、国家基本政策委員会委員などを務めた。自民党では、徳島県連合会の会長や徳島県第一、選挙区支部の支部長などを務めた。また、徳島県土地改良事業団体連合会の特別顧問や会長も務めた。2009年8月の第45回衆議院議員総選挙では、 戦国との三度目の対決となったが、またも敗北。比例四国ブロックでの復活もできず、議席を失った。ありがとうございます。